こんにちは、奥園敏子です。今日は高野豆腐のグラタンを作りたいと思います。乾物ってね、いいところがいっぱいあって、美味しいとかね、栄養価が高いとかいろいろあるとは思うんですけれども、常温保存ができるっていうのもすごくいいところだと思うんですよね。そこで今回はその常温保存できる高野豆腐とツナ缶を使ったグラタンです。高野豆腐のグラタンっていうとね、何か不思議な感じがするかもしれませんけれどもね、乾物、洋風料理にもとっても合います。しかもこの時期不足しがちなカルシウムや鉄分もしっかり取れる一品になっています。では作っていきましょう。材料です。高野豆腐、ツナ缶、今回はオイルツナです。片栗粉、水、牛乳、塩、ケチャップ、ピザ用チーズです。では高野豆腐を戻していきたいと思います。高野豆腐ね、水につけるだけです。でね、高野豆腐ってちょっと古くなると戻りがちょっと悪くなるんですよね。そういう場合はここの戻すのをちょっとぬるま湯にしてもらうと早く戻ると思います。では高野豆腐が戻りました。大体ね、もう 1,2 分で戻ると思います。でね、戻ってるかどうかをこうやって触ってみて、戻ってなかったらちょっとこうした時にね、硬いものを感じると思うので、こう触った時に全体が柔らかくなっていれば戻っているということです。でね、戻ったらね、もうここでギューって水を絞ってください。洗ったりする必要はありません。もうギューっと絞るだけで大丈夫です。そしたら食べやすく切っていきます。今回はね、ちっちゃめの今これぐらいにしときます。こんな感じです。もうちょっと太くてもいいし、これだとスプーンですくった時に一口に入るのでいいかなと思います。そしたらこれを耐熱容器に入れますね。今回はグラタンなので、以前高野豆腐の肉豆腐を紹介したんですけれども、その時はここに水を入れて電子レンジで戻す方法を紹介しました。今回はグラタンなので、高野豆腐を牛乳で戻していきます。そうするとね、高野豆腐の中に牛乳がぐっと入っていくんですね。ではここにラップをして電子レンジにかけていきます。この分量で600ワットで4分かけていきます。では電子レンジにかけ終わりました。中を見てみたいと思います。こんな感じ。肉豆腐の時は水だけで戻したので、あと水吸ってる感じでしたけれども、牛乳だとね、水よりもね、ちょっと水が悪いんですよ。でもね、触った感じはもうフルフル、ものすごい柔らかい感じです。そしてここで入れるのがお塩。以前もお話したんですけれども、高野豆腐って塩分と反応するとキュッと締まるんですよね。ですから最初の加熱は塩を入れないで加熱する方が柔らかく仕上がります。ですからこの塩を入れないで加熱して後から塩を入れるっていうのは、柔らかく仕上げるための大切なポイントになります。じゃあ塩入れますね。ここで混ぜます。見た目はね、そんな分かんないかもしれないんですけどね、これギューッと中まで塩味が入っています。そしたら今回はグラタンなのでね、ホワイトソースにしないといけないので、ここで入れるのが片栗粉。ちょっと水で溶いて、水溶き片栗粉にしときます。水溶き片栗粉にして入れます。実はですね、高野豆腐ってちょっと弱点があって、とろみがついたところに入れてもね、中に吸い込まないんですよ。ですからね、ホワイトソースの中に入れて煮てもね、牛乳を吸い込まないのでね、牛乳で先煮て
塩を入れてとろみをつけるって、この順番がとっても大事です。でね、今ちょっと牛乳が熱かったのでとろみがつきました。でもしここがとろみが緩かったら、もう一度ちょっと30秒から1分ぐらい電子レンジにかけてもらってもいいかと思います。今ねもうねちょっとお話ししてる間にとろみがだんだんついてきましたので、このままいきたいと思います、ね、いい感じでとろみつきましたよね。そしたらここに入れるのがツナ缶。こっから先はねもうねお好みのもの入れてもらったらいいんですよ。今回はね家に買い置きしてあるもので作ろうと思ったので買い置きしてあるツナ缶を入れましたけど、例えば家にあのハムがあったらハムでもいいしソーセージでもいいしっていう感じです。ここはねもうお好みでどうぞ。そしたら入れますね。入れてもいいんだけれども、実はねここにねちょっとだけ、ね、チーズを入れとくんですよ。ピザ用チーズ。そうするとね食べた時にねどこすくってもチーズの味が入るのでねすごく美味しくなるんですね。なのでここにこういうふうに入れます。そしたらこれを器に移していきましょう。ではグラタン皿に移していきます。からですねここにチーズをかけるんです。でも私はねここにケチャップをかけます。あのねお豆腐とケチャップの相性がすごくよくってね、あの味がくっと締まるのでケチャップかけていきます。こういう風にねもういきなりこういう風に、これねもう伸ばさなくても大丈夫です。こんな感じで大丈夫です。そしてここにチーズをかけます。なんか色もなんか美味しそうでしょ、ケチャップが入る方がね。さあこれであとはオーブントースターで焼けば出来上がりです。ちなみにうちはオーブントースターがないのでこれを魚焼きグリルで焼いていきたいと思います。魚焼きグリルでもねもう中火が通っているので表面さえあの焼ければいいのでね美味しく焼けます。でもしオーブントースターも魚焼きグリルもないという方はねこのままね電子レンジにかけてください。そしたらねこうチーズが溶けてグラタンっぽい感じになりますのでね、焼き色はついていませんがそれはそれでまた美味しいと思いますので、そういう風に仕上げてもらえるといいかなと思います。では焼いていきましょう。できました。チーズの焼けるいい香り、これは熱々を食べたい。では早速食べたいと思います。いただきます。熱々、これは熱々を食べた方がいいですよね。高野豆腐がフルフルでやばやばです。以前高野豆腐の肉豆腐を作ってくれはった方やったら分かってもらえると思うんですけど、あの柔らかさなんですよ。高野豆腐のねちょっとキシキシした感じは全くないです。もう口の中に入れるとねねっとりととろけるような柔らかさです。でね最初牛乳で戻しているので牛乳のコクと大豆の旨味がうまく混ざっているのに加えてね、ツナの旨味、ケチャップの旨味、チーズの旨味、これが全部が混ざってね、ものすごい深い味わいになっています。あのね、多分ね、高野豆腐と牛乳チーズっていうのがね、想像できはらへんと思うんですけどね、めちゃめちゃ合うんですよ。あの、
豆腐のグラタン作らはったことある人がやはったらそれに近いかなと思はるかも分かりませんけど、あのね、豆腐よりもね、もっとね、しっかりしたね、濃厚な感じ、食感もね、もうちょっとね、ねっとりした存在感のある感じです。高野豆腐自体がね、しっかり食べ応えがあって、旨味があってものすごく美味しいです。高野豆腐とケチャップ、高野豆腐とチーズっていうのがどうなんやろうって思わはるかも分かりませんけどね、これね、めっちゃ合うんでね、もうぜひやってもらいたい。もうね、これ私が口でめちゃ合います言うてもね、もう実際やってもらうのは分からへんと思います。で、実際やってもらったらね、おーって思うと思います、本当に。で、今回はツナを入れましたけれども、ハムとかソーセージとかでも大丈夫です。で、ハムとかソーセージ入れはる時も、入れるタイミングはとろみをつけた後です。とろみをつけた後に入れてもらうのがいいかと思います。その方がね、牛乳プラス片栗粉のホワイトソースがね、しっかり高野豆腐に絡んで美味しくなると思います。おさらいになりますけれども、今回のグラタン、調味料を入れるタイミング、これが一番大事なところです。牛乳で戻した後に塩です。最初から塩を入れないで後で塩、そして片栗粉は塩を入れた後にとろみをつけるっていうことです。とろみつけてからやとね、塩がね入りにくいんですよ。なので牛乳で戻した後、塩で片栗粉、この順番間違わないでやってもらうと間違いなく美味しくできると思います。高野豆腐はカルシウムや鉄分が豊富、あと牛乳やチーズにもカルシウムが豊富に含まれていて、良質タンパク質もたっぷり取れます。家にあるものだけで作りますけれどもね、不足しがちな栄養素しっかり取れますのでね、ささっと作ってね、体に不足しがちな栄養素しっかり補ってください。今回もとっても美味しくできました。ぜひお試しください。本日のおまけ、ピザ用チーズは冷凍保存がおすすめ。ジッパー付きの袋で凍らした後、こんな風に綿棒で叩くと、ほらバラバラになります。凍ったまま使えるよ。この動画を見て作りたくなったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。では、次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。